人類の活動領域を囲む壁には突出する半円形の区画が4箇所ずつ設けられている。この区画に人口を集めることで巨人の標的を絞り守備兵力を集約するためだ。そのうちの一つがウォールローゼ南方に位置するトロスト区である。トロスト区には中ドン兵団本部が存在し、訓練兵は正式配属までの期間中ドン兵団と共に様々な任務に当たることになっていた。成績上位10名の中に彼の名前はなかったが、もとより彼が志していたのは調査兵団だった。あの日からの5年間抱き続けた思いを遂げるためである。そんな彼もまた104期の同期たちと共にトロスト区での任務に励んでいた。は？調査兵団にするって？コーニー、お前8番だろ。前は憲兵団に入るって。エレンの昨日の演説が効いたみたいね。うるせえ。俺は自分で決めたんだよ。そう照れるなよ、お前だけじゃない。皆さん、上官の食糧庫からお肉取ってきました。は？怒られるだけじゃ済まねえだろ。バレたら独房にぶち込まれるぞ。大丈夫ですよ、後で皆さんで分けましょう。土地を奪還すればまた牛も羊も増えますから、うん、ウォールマリア奪還の前祝いにいただこうってわけか。よし、俺もその肉食う。私も食べるから取っといてよ。さあ作業に戻ろう。ああ、そうだ、コニーたちはああ言ってたけど、お前はどの陛下を志望するんだ？そうか、お前もか。一緒に頑張ろうな。あの日お前もいたんだろ、志願しなくに。お互い目的を果たせるといいな。二人とも早く作業に戻らないと上官にバレちまうぞ。ああ、今行く。あれから5年経った。人類はようやく尊厳を取り戻しつつある。勝てる。人類の反撃はこれからだ。これ以上巨人を街に侵入させてたまるか。この時のために訓練してきたんだ。成果を見せてやる。奴を討伐するぞ。立体軌道で背後に回ってうなじを削ぐんだ。
まず手足を落として動きを止めた方がいいな。訓練通りやれば十分巨人と戦えるぞ。を使って手当てしろ。相手は巨人なんだぞ。気をつけろよ。次から次へと入ってきやがって、一匹残らず駆逐してやる。邪魔だ。大丈夫か。こっからは俺も戦うからな。私も行きますよ。きっとみんなで戦えばなんとかなります。倒した。俺たちで巨人の注意を引く。その隙にお前がうなじを狙え。俺たちでもなんとかなった。勝てる。人類は巨人に勝てるんだ。これ以上は限界だ。もっと巨人が来たら全滅しちまうぞ。あなたも大丈夫ですか。無理しないで撤退しましょう。いや、まだもう一匹いる。スタンド。目標、壁外正面、超大型巨人。マジかよ。これはチャンスだ。壁を壊せるのはあいつだけだ。あいつさえ仕留めれば。危なかったら一旦距離を取ろうぜ。倒した。私たち十分やれるじゃない。飛ばすんだ。よし、みんなでエレンを助けに行くぞ。待ってください。巨人が近づいてきます。この巨人、さっきのより強そうだぞ。奴の様子を見て、一気に背後に回るんだ。やるぜ。
物の巨人相手に、お前すごいな。なんとか討伐できた。見ろ、エレンのやつ一人で超大型巨人と戦ってるぞ。鎧取った。いや、超大型巨人が消えた。エレン、お前が倒しちまったのか。違う、5年前と同じだ。あいつは突然現れて突然消えた。すまん、逃した。何謝ってんだ、俺たちなんて全く動けなかった。何してる。超大型巨人出現時の作戦はすでに開始している。直ちに本部に戻れ。はっ。それでは各班に分かれ、巨人の掃討を行ってもらう。前衛を駐屯兵団の迎撃班、中衛を支援班が率いる訓練兵団、後衛を駐屯兵団の精鋭班がそれぞれ受け持つ。ウォール・ローゼの死守のため、皆心して命を捧げよう。解散。はっ。エレン、戦闘が混乱してきたら私のところに。アッカーマン訓練兵、お前は精鋭班の後衛部隊に入れ。しかし私の腕では足手まといに。ミカサ、人類滅亡の危機だぞ。何てめえの勝手な都合を押し付けてんだ。悪かった。でも頼みがある。一つだけ、どうか死なないで。死なないさ。俺はこんなところで死んでられないんだ。俺はまだこの世界の実態を何も知らないんだから。おいお前、もう一回言ってみろよ。バカと一緒でついてないって言ったんだよ、私は。なんだと。もう今は喧嘩してる場合じゃないよ。あ、いいところに。聞いてよ、ユミルとコニーったら。はいはい、分かった分かった。私のクリスタに免じて今回は仲良くやってやるよ。ああ、こんな時にいがみ合ってもな。とにかく一緒に頑張ろう。お前らくれぐれも私とクリスタの足を引っ張るなよ。口の減らねえやつだ。行こうぜ。俺たちの任務は中衛部隊の支援だったよな。よし、訓練の成果を見せてやろうぜ。ユミルが先行して偵察に出てるの。まずは合流しなくちゃ。おっと、ユミル、任せたぜ。いけるんだ。見えたか、えらいことになってんぜ。巨人がもうこんなに。さっさと巨人どもを倒すぞ。やった。
なきゃ。私もみんなの役に立ちたい。もう死ぬのか。誰か救援を頼む。これ。助かったぞ。感謝する訓練兵。俺は砲台を起動し援護に回る。呼吸は済ませたな。よし、ここから離れるぞ。待って、巨人が一体こっちに近づいてきてる。ほっとくわけにはいかねえな。ここで仕留めるぞ。無理すんなよ。その巨人他のやつよりヤバそうだ。なかったな。もういいだろ、撤退しちまおうぜ。うわ、なんだ。エレンたちが向かった方からだ。急ぐぞ。精鋭部隊は総崩れじゃねえか。決して楽観視していたわけじゃなかったが、これはあまりにも。何しやがる。待ってくれ。よきも道路くわ。やめて、やめてください。死ねるか。アルミ、
お前が教えてくれたから、俺は外の世界へ。エレンたちと同じ班だったよな。あいつらどこ行ったんだ。アルミ、まさか。見りゃわかるだろ、全滅したんだよ、こいつ以外は。うるせえな。アルミは何も言ってねえだろ。こんな巨人から丸見えの場所でおしゃべりしてる場合じゃねえ。私らも食われちまう。やめて二人とも。とにかく目立たない場所に移ろう。アルミ、動ける。お前ら休んでる暇はねえぞ。巨人どもにだいぶ押されちまってる。市民の避難はまだ済んでねえ。今公営に抜けられたら大変なことになるぞ。でも気になることでもあるのかい。いや、私たちも見てない。とにかく今は時間がねえ。生き残りの兵をかき集めて少しでも巨人を食い止めるぞ。あなたは先に行ってて、私たちも後で合流するから。前衛は壊滅状態だったのに、後方にいる住民の避難はまだ終わらねえのか。そうみたいだね。俺たちで中衛を援護して巨人を食い止めるしかねえだろ。あっちにいる中衛の班に巨人が近づいてる。助けなきゃいけない状況みたいだね。住民の避難がまだ済んでいない。ソイン、あの貴公子から住民を守れ。お前は中衛部隊の新兵か。住民の防衛を手伝ってくれ。Yeah.
雄英部隊が敵を取りこぼしたのか。早くここを片付けてエレンのところへ。頼んだ。住民の避難は完了したな。俺たちも撤退だ。壁を登るぞ。全員の撤退を支援してきます。おい赤間、そこの神父、あいつを追ってくれ。私にはこの世界に帰る場所がある。エレン、あなたがいれば私は何でもできる。やっと撤退命令が出たってのにガス切れで壁を登れねえ。だったら一か八か、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？訓練兵34班の5名は壮絶な戦死を遂げました。僕の身代わりに。アルミ、今は感傷的になっている場合じゃない。私は強い、すごく強いので、私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指を加えたりしてればいい。加えてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。壊滅する前に何とか突入しねえと。やってやる。死んでたまるか。戦してんのか。まずいな。どうするんだ。今だ。全員本部に突っ込め。早く行かないと。手遅れに。本部に突っ込むなら今しかねえ。行けるか。
この世界は残酷だ。そしてとても美しい。いい人生だった。ごめんなさいエレン、私は諦めない。やるよこれ。あったかいだろ。ほら早く帰ろうぜ、俺たちの家に。死んでしまったらもうあなたを思い出すことさえできない。あが巨人を殺してる。